ちは。こんにちは。始まりましたスワッシュ。今回ファーストシーズン最終回ということです。はい。テーマはデケ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 。じゃん。今年の順位予想をしよう。イエーイ。今ちょっと、はいはいはい、今ちょっと見えちゃったかも。まあいいや。まあね、やっぱり最後は順位予想で締めましょう、はい、そうですね。ただもうだいぶ早いです。そうですね、まず開幕まで世界のシーズンが始まるかもしれないですね。やし、そうですね、やし、キャンプも始まってませんっていう状況なんですが、はい、希望的観測、はい、はい、もう希望的観測だけの順位予想です、はい、何の戦力分析もしておりません、はいはい、まあ一応したかな。まあなんか去年からの流れとかですね、多分おぼろげにした戦力分析、はい、プラス希望を込めた、はい、順位をご紹介してみましょう。はい、じゃあ発表します。はい、せーの、じゃん。お、1位はお、ヤクルト。2位は阪神。阪神。3位は中日。あら、A クラス合ってる。ほんまや。なんなん、4位読売。読売。あ、一緒や。広い。4位まで一緒。すごい。全部一緒や。すごいな。これこんな合う？で、これ。これ結構硬いんじゃないですか。でも硬い、うん、いや待って、もう硬いかな、硬くはないっていうヤクルト応援チャンネルで言うのもちょっとあるんですけど硬いのかしら。だからでも他球団のファンはまあまあ冷静に見てよ、まあまあ、こうは予想しないんじゃうかっていうのは僕は重々承知したつもりの予想なんですけど、まあですね、僕でもね、やっぱ肝はね3位でしょ。まあヤクルトの1位はまあ許してください、これヤクルト応援チャンネルでヤクルトファンなんで、ね、でもぶっちゃけあると思うんですよ。あれ、いや、思いますよ。いや、そんなの僕思ってないみたいな。いや、思ってますよ。だって、ピッチャーも、うん、あの頭数揃ってる、はい、ちゃんと稼働してくれたら、うん、ピッチャーはいるんですよ。うん、で、野手も、うん、去年ね、村上さん、山田さん、うん、言うても調子悪かったじゃないですか。はいはい、まあ、ムーチョにしてもそうですし、うん、で、塩見さんも、もう、怪我できないでしょ。はい、そうそう。で、彼らが、おととしとか、その前ぐらいの活躍をすれば、これはもう全然阪神戦いますよね。ね、うん、で、やっぱね、うん、まあ阪神強いですよ。はい、でもね、こうキャリアハイをね積み重ねていく難しさっていうのは、うん、やっぱヤクルトスワローズだからこそ知ってることってありますね。はいはい、やっぱこれ連覇したけど去年あかんかったって言ってたら、やっぱマークもされるし、うん、やっぱその誤差を自分自身を高めていくっていうのも難しい。そうね、なんか連覇ってなかなか難しいと思うんですよ。うん、みんな言いますよ、連覇。なんか僕も阪神の連覇の可能性高いと思いますよね、ほら、連覇。でもやっぱり、1年間活躍した村上君にしても、大竹君にしても、1年活躍したことないじゃないですか、やっぱその疲労っていうのも多分あると思うんで、疲労って言ってますもんね。まあやっぱ人気球団やからね、やっぱそのテレビでもやっぱメディア での、 その情報発信というか、そういう責任とか役割もやっぱあるじゃないですか。っていうのもあるので、まあ、それ阪神は全然連覇の可能性あると思いますけど、ね、これはヤクルト応援チャンネルですし、まあですね、まあ、ヤクルトも僕は全然ある。で、V 字回復得意な球団の言ってました、球団なんで、うん、もうガッとした時はガッと上がる。で、またガッとした。なんでね、やっぱりヤクルト、阪神。で、3位ですよね。これは中日ワンチャンあるんじゃないか。多分1位によってはないと思うんですけど、 A クラスもあるんじゃないかっていうと思ってる。だってあの中田さん入りましたしね、はい、でかいですね。中島さんも入りましたし、うん、だってピッチャーはね揃ってますもん、いいんですから。あと我がヤクルト球団から、はい、梅ちゃんも行きましたしね、はい、梅ちゃんは球の力あるピッチャーですから、はい、バンテリンっていうね血のりを生かして復活してくれたらと思いますし、ね、なんし、あとねやっぱね、はい、立浪監督ね、うん、それから片岡ヘッドコーチ、はい、まあ、去年任務監督でしたけど、うん、もうめっちゃ戦ってますやん、ね、なんか僕はね、なんか嫌いじゃないんですよ、やっぱり、うん、別にヤクルトに縁のあったあの選手ではないですけど、でもなんか、なんとなく好きなんですよ、うん、だから見返してほしい。あ、勝負お願いします。そう、なんか、うん、これあれだけ言われたんだから、うん、なんかやっと見返してほしいし、なんなら僕は立浪監督での優勝ってみたいなのもちょっと見てみたい気がする、うん、まあね、うん、なんかあれだけやっぱあることないこと書かれてね、まあ、そうそう、だって大野雄大見てましたね。そう、自分らのボスだとか、それはね、やっぱね、選手も一緒に笑ってるみたいな報道もありましたけど、うん、野球選手そんなないですよ、そんなんで一流選手まで来れないですよ、うん、結束ありますもんね。なかなかちょっと見返してほしいなっていうのは他球団のファンながらに思いますね。
全然反論しなかったのがすごいですね、三田さん。そうだからその辺のね、まあ、ある種男気というね、やっぱ多分負けてるから、うん、敗軍の書を語らずみたいなところもあるんだと思うんですけど、うん、やっぱそこを買って ね手のひら返させてほしいですよね、今まで。そうですね、まあ、A クラスやってほしいですね。片岡チャンネル僕ずっと見てたんで、そうですね、だから阪神時代の、ね、ことがあってヘッドコーチに来たらどうのこうのと言われてますけど、それもやっぱ覆してほしい、うんうん、PL 魂をね、 PL 魂、はい、応援してます、はい、ドラゴンズ皆さん、はい、頑張ってください。でね、これ B クラスでもね、はい、やっぱ予想ってね、やっぱ A クラスを思ったら B クラスもいるから、そうなんですよ、ね。これなんかもう申し訳ないですよ、ね、やるたびにちょっと申し訳なくなってくるんですけど、まあ4位は巨人、うん、なんで4位にしたんですか。これでもね、6位からまず決めちゃったところがあって、やっぱ今永が抜けてバウアーおらんくなる。ちょっとごめんなさいね、これ収録のタイミングで全て確定してるわけじゃないんですけど。はい、うん、で外も嫌くなりましたね。外はロッテに行きました。ロッテ行きましたね、うん、なんでちょっと戦力ダウンがねやっぱ大きいかなと思って、ここはもうちょっと厳しいんじゃないかな、うん、僕もでもね、それについては同感です、はい、まあそれはまたで新戦力出てきたりとか、うん、ドライツの渡辺君がね、あ、大活躍する可能性とかもあるので、うん、それは分からんのですけど、うん、まあ現時点で予想させてもらうとそんな感じになったかな、ね、安明さんもちょっと調子悪いしね、うん、なんかちょっとここが決まればここだけですよね。で広島も去年強かったじゃないですか。うん、なんか西川はいなくなったでしょ。ああ、そうですね。これも結構でかいんじゃないかなと思って、うん。まあピッチャーいいですけどね、うん。なんかこの辺がドタバタしたから去年広島バンっていったんじゃないかなっていうのが。まあやね、その、うん、我がヤクルトがちょっとびっくりするぐらい失速したっていう。ついたんでね。だってみんなね、あの連覇した球団があそこまで落ちると思わなかったっていうのは結構返すじゃないかと思ってますもんね。そうですね。この辺から決まったらまあ4位が4位みたいなやつかな。巨人もでもね、内野結構もう熱いでしょ。ファースト岡本、ね、坂本がもうサードに行ってってなるんで、うん、結構強い。あ、ピッチャーがね、なんかパッと浮かばないんですよ。うん、まあ戸郷はね、今伊織くんと、はいはいはい、中継ぎがあんまり知らないだけなんですけど、ね、まあでもあれでしょうね、やっぱでも菅野次第みたいなところは結構でかいんじゃないですかね。まあちょっとなんかそんなまだ年齢いってるわけじゃないと思うんですけど、ちょっとお疲れ気味なシーズンが続いてるっていうと、なんか出てきたらラッキーみたいな。あとまあ新監督、うん、唯一ね、あ、そうか、安倍新監督なので、はい、うん、ドタバタ、まあドタバタっていうか、まあそのね、初年度に優勝する監督もね、うん、いますからね、そのうちの真ん中さん、ああ、真ん中さん、初年度優勝、まあ原さんもそうやったかな、初年度で優勝するっていうこともあるんですけど、まあでもやっぱりこう、うん、立つということ、ね、そうですね、そういうのもあって、まあ、安倍監督自体がちょっと、まあ、やっぱ勉強するというか、ね、はい、まあ、みたいなシーンも多分出てくるでしょうし、うん、というところもあって、まあ4位に来ちゃった。すごいな、めっちゃぴったりになりましたね。これもすごいわ。何も違うかもしれない。まあちょっとね、お互い中日ファンが周り見てね。まあそうですね。ちょっと市場が入ってるのもありますよね。なんか上4球団はそうですね。ちょっと市場が入ってっていうのもありますし、まあ1位のヤクルトはね。まあまあこれはね、在阪の評論家がみんないつも阪神優勝するので一緒です。一緒です。ですかね、あると思うんですよね。オリックスにリベンジしてほしいですよね、うん、なの で、ね、まあ我々の予想、う、ね、希望で、まあ、別に2位以下は別に希望っていう話じゃないんですけどまあ希望、1位の希望を込めた予想ですね。これ当たってたら笑いますよね。これ当たったらすごいね。いやでもね、まあ、順位予想もプロ野球の楽しみ方の一つというふうに思います、はいはい、会に予想した球団のファンの皆さん、ごめんなさい、はい、まあまあ皆さんの予想も聞かせてください、はい、ということで、はい、まあね、3ヶ月にわたって、はい、12回ですね、はい、やってきましたスワッチファーストシーズンが、はい、今回で一旦終了ということで、はい、聞いて、はい、はい、ということなので、セカンドシーズンがまたいつかあれば、はい、皆さんお会いしましょう。そうですね、はい、その時にはヤクルトがすごく強い状況で、ね、ヘラヘラしながらヘラ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 ニコニコじゃなくてヘラヘラニコニコヘラヘラしながらいいっすよね、再会できることを、そうですね、うちやぼやきばかりならないことを祈りまして僕側がまずね、パーラーガービーとか、はい、
山田がトリプルスリーで村上が三冠、はい、20ゲームぐらい話してね、で優勝してくれるような夢物語も、はい、期待しつつ、はい、ファーストシーズンはこれにて終了ということで、そうなんですよ、はい、たいと思います、はい、ご視聴いただいて皆さんありがとうございました。またお会いしましょう。これからもヤクルトスワローズを応援してまいりましょう。はい、はい、ありがとうございました。さよなら。